皆さんこんにちは、響の所属声優が、YouTube で毎日1本ずつお送りしていく響スタイル。今日の担当は私西本りみです。よろしくお願いします。ということで今日は私西本りみが、いろんなことに挑戦していくりみりんチャレンジ編です。わーい。今回は難読漢字読みに挑戦するらしいです。ひえなんかですね、これからちょっと読むのが難しい漢字が出てくるので、それを私がちゃんと読めるかどうかっていうテストをするらしいです。でもね、ちょっと聞いてくださいよ、あの難読漢字とか言わんでもさ、難読漢字という前に私ねえバンダリラジオ時代にさ、知ってる方は知ってると思うんですけど、漢検3級に合格しようっていうコーナーあったじゃないですか。あったんですよ。それでね、こう毎回頑張って一応勉強してたんですけど、2回落ちてしかも2回ともあと3点とかあと8点とか微妙なラインで2回落ちて、そのままこうそのコーナーなくなっちゃって漢検3級受かってないんですよ。難読漢字にそんな私が挑戦ってちょっといけるのかだいぶ不安なんですけれども、でもね、そう、もし全問正解したらご褒美に次の収録でチョコの食べ放題の権利がもらえるそうで、そう、これはねやらなきゃですよ。チョコ食べ放題ですよ。知ってます？私食べ放題なんて言わせたら1日食べてますからね。じゃあ最初の問題はこちら。じゃじゃん、え難読ですねわかんない。え、これは普通に答えていい？いやー、境地わかるわけなかろうかえ、ちょっと待って、これしかもあれですよね、私全問正解したらご褒美に近いの収録でって言ったんですけど、もう今の時点で全問正解じゃなくなっちゃったチョコ食べれなくなった。え、ちなみに答え何ですか？あながち間違ってないとかのあながちですか？へえ、あながちって漢字があったんですね。あら、そう。え、ちなみにこれチョコ食べ放題の権利はダメもう一問あります。じゃあもう一問お願いします。あー、ダメだもうダメだだってさっきこう境地とか境って読めさえしたんですけど、右の漢字に至っては読めさえしないところを言う、い知らないですよそんなの。え、皆さんわかります？むしろわかる人いるんですか？こんなのわかんないよ。いわゆる、あらダメです、ダメでした。あれですね、漢検3級から出直してきます。まだやっていいそうなので、じゃああと1問やりたいと思います。お願いします。わかる、これわかるよ、わかるよ、わかる。拙い、やったー、チョコ食べ放題だ、やったあれ違う、あれ違う、なんかのね歌詞に出てきた気がする。やったー。いや、もうこれでね、これでバッチリですよ私は。あれ、あ、まだある、まだ読めるって、やった、よし、じゃあ次どうぞ。あ、これはね分かりませんよさっきの拙い最後にはよかったな。ムカカイチジク、へー、イチジクには花がないとかそんな感じですか？へー、そうなんだ、初めて知りました。イチジク、え、好きですよイチジク。でもイチジクはひらがなでいいと思います。まだいけるそうなんで、じゃあもう一個。知らないよ。え、これ、え、これ一つの漢字ですか？あら、なんだろう想像もできない。花星、え、なんだろう、なんだろう、想像もできない。なんでしょう、花が干される、なんでしょうね、鼻炎とかあー、ダメだ。いびき、へー、あ、言われてみればそんな気もしますね。すごい、漢字ってなんか意味があるんですね、ちゃんと。なんか
適当につけられてる意味だけじゃないんですね。なるほど。ということで結果が出ました。5問中1問正解。やったー。難読漢字ですよ。難読漢字が1問正解しました。やったー。これは私にとっては喜ばしい結果なんですけどね。おそらくこれを見てるあのマネージャーさんとか私をよく知ってるスタッフさんは頭を抱えていらっしゃると思います。漢検3級で出直してきます。はい、ということで今日はここまでです。動画は毎日誰かが更新していきますので、ぜひぜひ気に入ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。では今日の担当は西本りみでした。バイバーイ。